今日23日、町内の各小学校で卒業式が行われました。田島小学校では50人が卒業。黙祷。開式前には地震で犠牲になった方に黙祷を捧げました。ありがとうございました。ご着席ください。星さやか。渡辺巌校長が一人一人に卒業証書を手渡しました。平成11年3月16日生まれ、小学校の全課程を修了したことを証する。平成23年3月23日福島県南会津郡南会津町立田島小学校長渡辺巌、第8212号。おめでとう。会場には頑張れと書いた横断幕と児童らが折った千羽鶴が飾られていました。いや、卒業式、迎えることができました。本当先生方には本当感謝しております。で、今日卒業式会場の方にも あったんですが、子どもたちが自発的に自分たちで何かできないかということで考えて、復興の気持ちを願って折り鶴、千羽鶴を作ったものが あるんですけども、やっぱりそういう優しい気持ちも、育てていただいた先生方に非常に感謝しております。分かりました。じゃあちょっとこっち向かって新生の方に皆さんに伝わるかもしれないので頑張ってくださいと。力になれるかどうか分かりませんが、頑張って、本当に言葉だけでしか支援できないかもしれませんが、みんなそういう気持ちで頑張ってもらいたいという気持ちがありますので、負けないで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、よろしくお願いします。私の街にあるんです。